岡山県を代表するこちらの景勝地をめぐって今ある論争がヒートアップしていますその景勝地というのが瀬戸内海の多島美と雄大な瀬戸大橋玉野市と倉敷市にまたがる場所にあり近年はボルダリングの聖地としても知られていますこちらの景勝地皆さんは なんと呼んでいますか王子がだけだけどっちともだけと竹王子,王子がだけ、王子が竹王子が,だけのがくく竹の方がしっかりくる竹の方がしっかりくるうん私は竹で竹か王子が竹かどっちの方がくく王子がの後読み方が竹派と竹派に分かれているんです,ですそこでいざ調査へ 山頂にやってきたんですが、こちらの看板見てください。王子が竹ということで、これで解決と思いきや、道路の案内板は王子が竹と楽天が入っています。果たして正しい読み方は？玉野市の商工観光課を訪ねました。よろしくお願いします。結局のところ。 大塚と大塚竹どちらが正しいんでしょうか、えー、正しい読み方っていうのは、えー、決まってないんじゃないかなというのが、見解ですね竹竹論争が勃発したのは、去年12月、この景勝地を紹介する冊子を作成する際に、英語表記を考えたところ、玉野市は竹。 倉敷氏はだけと認識していたことが発覚一体どちらが一般的なのということで両市では今日からツイッターによる人気投票を行うことにしました正式な呼び方を決めるものではないそうですが今後インバウンド向けに英語表記の需要が高まることも見据え両市一体となって観光を盛り上げることが狙いです 岳をよく知ってもらって訪れてほしいなという、まあ、あの楽しみながら知名度を向上させたいなという思いです、はいまあ、どちらを、ね、支持するのか、投票は来月5日の午前10時まで、玉野市と倉敷市のツイッターで受け付けています。えちななみにです、ね、気に気る現在の投票状況はとといますとだけ派が はい、十四点六パーセント、そして竹派が八十五点四パーセントとまあ竹派がね、今大きくリードしていますね。えー、また両氏では呼び方の根拠について情報を持っている人はコメントで知らせてほしいと呼びかけています。